はい、こんにちは、ズイフさんです。今日はね、キリンが来るで、機長役をやっている川口春奈さんですね、を占ってみたいと思います。もともとね、沢尻エリカさんが主演する役だったんですけども、逮捕されてしまいましたので、急遽ね、ピンチヒッターで出演したという経緯があります。まあ機長役ね、濃姫ですよね。どうなのかなっていうね、ところはね、もう真っ先に思いました。多分キリンが来るの中で、一番ね、まあ鍵を握るね、全ての鍵を握るのは機長じゃないかとこういうことを思うわけですが、ね、じゃあ果たしてどのようなね、能力を持っているのかということをね、見ていきたいと思います。今運勢ねパッと出しましたけども、まさにジャンヌ・ダルクね、もうそうとしか見えないですよね。ですから、まあ、ジャンヌ・ダルクはまあ、フランスでね、イングランドから奪われた土地を、ね、奪回するために、ね、シャルルを助ける、王のシャルルをね助けるがごとくね、神の啓示を受けてね、羊飼いから、まあ、軍人になったというね、そういう女性です。ですのでね、まず戦闘的っていうね、ことなんですけども、まあ非常にね、じっとしてない人はやっぱ多いですよね、こういう方ってね。ですから常にその何かしていないととか、体を動かしてないととか、忙しくしてないとね、なんか気が済まない人とかね、そんな忙しくしなくてもいいのになっていうね、そういうことはね思うわけです。ですからね、もうズバリ働き者ですね。もちろんスポーツマンにも多いですしね、そうですね、まあ激しい俳優さんね、見かけますよね。でまあ女性ですとね、やはり、そういうスポーツ選手の彼氏とか旦那さんとかね、高橋克典さんとの結婚みたいなね、そういうようなイメージありますよね。ですから高橋克典さんね、この形ですけどね、やっぱり特命係長ただの陣みたいなね、ああいうような役柄ですよね。でやはりベッドシーン、激しいベッドシーンがね象徴的ですね。そういったオスを感じさせるっていう役柄ね、それがねやっぱりこういう運勢の持ち主ということですよね。ですからね、もうジャンヌ・ダークね、そんなような雰囲気がしてまいりましたけども、ただじゃあなぜねジャンヌがね、私がもう羊飼いですよ、ね、そこら辺の羊飼いにいる少女、ね、その少女が突然私夢見たんですと、ね、夢見て、夢にね神様が現れて、ね、お前はフランスを、ね、救うがごとく、ね、シャルル7世を助けて、ね、イングランド軍をね追い返せということですよね。そういったことでね、いろんなところにこう触れ回ったんですが、最初はねもちろん あの子何バカなこと言ってんだろうなみたいなねことだったんですけども、もう言い続けているうちに、なんかみんなもその本当かなみたいなね、だんだん思い込んでくるわけですよね。そこまでその本気にしてね言うならばね、いやこれ本当かもしれないねっていうね、うっかり思い込ませちゃうようなね、そういう能力っていうね、
特殊能力ということなんですよね。その相手をその催眠術にかけちゃうとかっていうね、ヒットラーがね、得意だったというね、話は聞きますけどもね。そういう配置、サイキックなね、エネルギーだとか能力だとかっていうことにもね、関係してくるわけです。ですからね、そういうような、ある意味ね、特殊武将みたいな感じですよね。だから特殊武将でプレイするとね、そのやっぱり、なんていうんですか、郊外とかね、あの辺でプレイすると、なんか妖術とかね、戦術とかね、使えてね、かなり便利なんですがね。それにやっぱ近いですよね。ですから、そういう念力的なものだとか、何かね、黒魔術的なものだとかね、そういう匂いがこのプンプンするわけです。ね。ですから、これはね、非常に不思議な人だなっていうね、感じは受けると思いますし、周りの人もね、それは感じてると思います。ですから、そういった意味でね、貴重役っていうとね、ああ、やっぱ面白そうだなっていうね、あ、こういう貴重なのかもしれないみたいなね。だから信長のそばにいて、信長にそのインスピレーションね、そういったものをその与えてきたっていうね、ことですよね。ですから、突然のその信長の判断ね、もう思い切って判断したのがこれ正解だったりとかね、するわけですよね。ですから、そういう能力で自分自身のその主張とか、そういったものをね、かなりね、大げさに言うとか、これね、そのそういうハードになってしまうとね、狼少年とかって言われちゃってる人とかね、ジャロだとかってね、古代広告とかね、歩くスピーカーだとかね、いろいろ言われてる人いますけどね。そういう発信力っていうのはやっぱりね、一羊飼いだったジャンヌ・ダークね、それが王様の耳に入るっていうね、そういう能力だと思うんですよね。ですからよく見てますと、彼女は YouTuber なんですね。 YouTuber でいろんなものを発信しておりますね。瑞風さんもね、ワンコ、アム、ね、フレンチブルドッグのアム、ね、アムちゃんとかこう見てね、なんだこのワンコはみたいなね、似てるでしょうとか言ってましたけどね。豊洲のドッグランでね、遊ばせてた動画とかね、見ましたけどね。そういう発信力ですよね。どうってことないことやってますけども、登録者数70万人も超えておりますので、これはすごいなと思いますね。ですから、この YouTube やってますけどね、瑞風さんもやってますけど、瑞風さんの場合、誰か1人か2人こう今日見ましたねぐらいのね、そんな感じですね。ですのでね、どれだけすごいかということがわかるわけです。ですからね、そういう広がりとかで、同じようなそのやっぱりキャリーパピャンピャンさん、キャリーパムパムさんね、キャリーさんの場合もこの配置持ってますから、発信力強いですよね。もう女子高生の教科書みたいなね、教科書的だったりとか、そういったものね、一ね、ムーブメントを作り上げていく力があるわけですよね。ですから、そういった力がこうあるという、そういう能力がもうこうはっきり出ている以上ね、やっぱりそういう能力で広げていってもらいたいと思いますし、今後ね、そのこのことっていうのは、その大きくね、広がっていくっていうことですよね。
ですから先週お団子を食べながら、信長の敵対する親戚のおじさんを殺せとね、もうもうってやりながらね、はい、蜜団子を食べって言ってこれを食べるのですよ、わかるねみたいなね、春菜ちゃんあんなことするのってみんなね驚いてましたけども、それですよね、象徴的な蜜団子事件ね。そういった何気ないことなんですけども、そういったものがね、ムーブメントとして後世に残されていくね。ですからもう一人一人でね、もう一人歩きしてしまうわけですよね。ですから本人がそのつもりではなくてももう一人歩きして、この前ねそのコロナの動画の中でもね、アム君とね一緒に出ておりました。アム君をこうね、腕をこう振ってね、アム君もえいえいとかねやってましたからね。もう瑞風さんでさえももうアム君のことを知ってるわけですからね、それは有名になってきたということですよね。で自分の部屋で、ね、仲良しの女優の子とね、飲み会ね、飲み会やったりとか女子会やったりね、とかね、そういうことをやっておりましたから、そういう広がりというかね、発展性っていうことですよね。だからまあもう乗っちゃうと思いますよ、もういろいろね、どんどん乗って、じゃあこれなんか企業でねこれ宣伝してくださいっていう製品とか送られてきてね、もうそれ天地無みたいにね、それを紹介してね、なんか商品もらったりとかね、そういうようなのことができる能力でございますのでね、 YouTube っていうね、そういう広がりの方法を彼女は手に入れたということはね、ものすごい発展性があるということだと思います。だから普通の人のやるのとそのね、ハーチャンネルでやるのとはね、もうまるでこうもう違うわけです、ね。ですからいろんなものをね広げてくれる、または広げてもらいたい場合はね、あのハーチャンネル利用してね、あの広げてっていった方がいいと思います、ね。川口さんがね、勝手にいろいろね、広げていくと思います。まあ大騒ぎする能力ということなんですよね。そのなんでこのことで大騒ぎしてんだろうみたいなね、何何ってみんな見に来るんですよ、そうするとね、うん。ですから学校でもね、何か珍しいものを持ってきてね、そうなんか大きなカブトムシ持ってきてね、これはもうねなんとかヘラクレスカブトムシだって言って、記録になってるって言ってね、こう持ってきてねなんかねそのクワガタ雑誌かなんかにねその投稿されてこうね乗ったんだとか言ってね、見せびらかして持ってきたりとかしてましたけどね、ああそういうことなんだみたいなね。だからやっぱりこういう方がね、そういうカブトムシ、じゃあクワガタ、じゃあまあ今度取り行ってみようかとね、いうことで思うわけですよ。ですからまあクワガタは取れないまでもまあカブトムシぐらいはね、取れるとね、いうことで、まあ瑞風さんもそのね田舎の家行ったらね、おがくずのなんかこうこうやって掘ってみたらね、カブトムシの幼虫がいたりとか、本当にカブトムシいたりとかね、したんでね、あれ本当にいるんだみたいなね、ことは思いました。そういうような意味でね、これをもうジャンヌダルクね、そういう触れ回って、どういうふうに触れ回ったのか、もうハーチャンネルみたいにやったってことですよね、うん。ああいう感じで、もうどんどん触れ回っていって、もう周りも信じ込ませて、でもまあ当時でまあシャルル7世もね、もう打つ手がなかったっていうのもあるんですけどね、じゃあもう何にも打つ手ないから、あちょうどそういうなんか話あるなら、まあちょっともうダメ元でやってみるかっていうねとこだったらしいんですけどね、ですのでまあそうしたらね、あの私はもうね神の啓示を受けてきたんだみたいなね、
かなりね、やっぱり兵士をね鼓舞したらしいですよね。だからそのジャンヌ・ダルクのその率いる軍はね、ものすごい士気が高くてね、なんていうんですかね、神の軍隊だぐらいなね、うん、そういうような神の神兵みたいなね、そういうようなね、まあ神がかったその行く手に敵なしみたいなね、そういう軍隊になってったみたいですよね。ですのでね、まあそういう意味で言うと、こういうね女暴走族いそうですよね。レディースでもね、もし一つのチーム持ったならね、もうそうです、九州制覇ぐらいやってたかもしれないですよね。九州制圧みたいなね、そのぐらいねやってたかもしれませんね。それはまあ不思議な力で、それを持って生まれたその能力というね、ことです。でもちろんそれ占い師でもね、宗教家でもね、これねもう重要な、ぜひ欲しいね、そういう、まあ、能力ということでございます。ですのでね、今後貴重ね、マムシの娘ですからね、まあ、そういう能力多分あったんじゃないかなっていうね、ことですよね。ですからまあ信長というね、まあ火星みたいなそういうね、人物の奥さんを演じるにはね非常にいいと思いますし、かなりね男性にもね、それを求めるんですよね。もう何やってるんだとね、根性足りないだろうとね。だからもう喧嘩負けてきたらね、もう一度もう勝つまでやってもいいぐらいのね、感じですね。ですからまあこういうようなね、人と付き合うとね、まあ多分ねジムに連れられるとね、連れてかれると思いますね。やいツイフ、お前は太りすぎだとね、ブクブク太りやがってと、今からねジョイフィットを今から予約したからね、行くぞとね、でそこの川沿いの土手をねちょっと走るぞとね、そこのね親水公園でにゃんこと戯れてるね、なんてもう許さんみたいなそんなことでね走りに連れてかれそうですね。ですからぼちぼち散歩をしてるだけのズイフーさんですが、これはもう川沿いをね、もうこれはもうランニングですよね。8キロぐらいランニングさせられそうなね、気がしますね。それだけやっぱり激しいものをこう求めるということね。ですからまあね、金ちゃん球団の片岡さんがやっぱりねこういう感じになって、ご自身もねやっぱりプロ野球選、まあプロ野球選手っていうか何なんでしょうね、あれはね金ちゃん球団の選手っていうことですよね。ですからそういったことでね、女性でもやっぱりかなりスポーツマンだったりプロレスラーだったりね、するわけです。そしてね、まあ特徴的なのはね、何かそうですね、こう女性としての振る舞い、ね、女性としての振る舞いということで、このとどまるところを知らない、そのここも発展なんですよ。発展というかね、暴走ですよね、暴走。ですからもう女子高生あたりの頃からね、16歳から暴走するわけです、その能力はね。でもその暴走してもやっぱり24歳ぐらいまでね突っ走り続けて、だから経歴見ましたけどね、やっぱりかなりのコマーシャルの本数持ってますよね。コマーシャルも多分ね、たくさんやるだろうなねことは想像できるわけですし、松田聖子さんのねやっぱりノーアスね、あのノーアス天体を持ってるわけですから、ノーアスっていうのはその
暴走する。だからスイッチが入るともう誰にも止められないみたいなね。だからもう一回スイッチ入っちゃうともう聖子ちゃんカットね、もう次々とヒット作ね、青い珊瑚礁ですかね、その前に、まあデビュー曲は「裸足の季節」ですけどね、それもいきなり、なんですかね、「笑顔の」っていうね、あれ洗顔フォームかなんかのあれですよね、コマーシャルで、登場して、その時はまあ歌だけだったんですけどね、後から出てきてね、可愛いじゃないかっていうね、ことで、もうスイッチ入ったらもうね、もう国民的アイドルっていうね、そういう大変なことになっちゃうっていうね、もう誰も止められないっていうね、これを持ってます。ですからその時代とともに出てくるっていう人はね、そういったものをね利用して、もう人生で16歳から24歳、ここだけですから、要するにね、薬師丸ひろ子さんもそうです、そこだけですから、16歳からまあ15、まあ要するに、まあ自分女だってね意識し始める、それも早熟であれば14とか、もう中学生ぐらいからね、それは起こるわけですけどね、自分は女だっていうねことを意識し始めて、そこからね、まあ経歴を作っていくっていうね、そういうやり方だと思います。ですので、どれだけのコマーシャルの多さかということは思うわけですが、もう24歳終わりましたから、それはもう終わったんですよ。そっからね、今度は何やるかっていうね、そういう話です。だから24歳から32歳ぐらいまではね、やっぱり何かそういう仕事、ね、仕事だったりとか、何かそういうことをね、積極的にやっていくっていうね、ことだと思います。そしてね、やっぱりどこかね、やっぱりそれでいてガツガツしていない、まあ優雅さはあるんですよ、それやりながらね、そういうことをやりながらでも優雅さのない人と優雅さのある人ね、絶対のし上がってやるね、そういうようなね、感じではありませんね、無理しない程度にやりますことです。ね、ですからそういう面で言うとね、穏やか、まあ家庭、お父さんとお母さんが穏やかに仲良くやってましたってことですよね。でまあそう穏やかでない人とか、そのねやっぱり野心家って言われる人はね、お父さんとお母さんでそれぞれね要求していることがその違ったんですってことなんですよ。その矛盾があるかどうかっていうね、そういうことなんですが、川口さんの場合それがないとね、お父さんとお母さんのその矛盾というのはありませんということですよね。で、まあ家庭生活においてもね、まあ落ち着かないって感じですよね。まあこの子は落ち着かない子ですねみたいなね。だからドライブとかもやっぱ好きですよね。ドライブしたりとか、まあ人と話すことも好きですけど、ねえ、まあ YouTuber でいろんなことやったりとか、いろんな友達と会ったりとかね、そういうこともね、好きな方なんだなっていうことは思いますし、逆にね、その何か停滞と遅れ、そういう中にいるとね、イライラしてくるタイプかなと。ね、スピードの情報っていうね、そういう中でこう生きていたいっていうのがね強く現れておりますし、情報を集める奥さんになります。ですんで、こういう家族にこういう人いるんですけどね、まあやっぱりいつもね何かを見つけてきてはね、情報をね見つけてきてはね、これがあるよ、あれがあるよっていうね、何か新しいものをね常に家に持ってきていました。で今もそうだと思います。ですからね、近所で何があったとか、あるいは何が売ってたとか、
あそこの家はここに変わったとかね、そういうことをよく知っている、情報を集める奥さんになりますよということなんですよね、うん、ですけど恋愛態度っていうのはまた違っていてね、恋愛態度は女性としてはね、まあ、非常に地味です、地味ですし、その何か編み物が好きだったりとかね、うん、マラソンが好きとかって言ってましたね。マラソンが好き、まあ結構ね、忍耐がいることとかね、編み物なんかも忍耐がいますからね、あの編み物なんかが好きだったりとかね、そういうようなあの人ってやっぱりこういう人多いですよね、うん、でまあ動物ってあんまりね、やっぱり出てこないんですけど、動物を可愛がるというより遊ぶみたいなね、そんな感じですよね。だからムツゴロウさんってもうさぞね、やっぱり、うん、水の球強くて、その情緒的で、そのなんか感情的な人かなと思ったらもう全然違くて、ムツゴロウさんって何、動物となんか遊んだりとかそういう感じなんだみたいなね、うん、全くやっぱ違うわけですね。動機っていうかね、動物飼うね、動機ってね、やっぱ違っているということですよね。ですからまあ要するにワンコはなんで飼うんだという話になるけどもね、ワンコを毎日連れていることで友達が増えるでしょうとか、ワンコつながりでいろいろ広げられるでしょうとかね、そういうタイプですよね。純粋にそのワンコを可愛がりたいっていう人とね、2種類に分けられると思うんですけどもね、うん、どちらかというとワンコで友達増やしたいとか、遊びたいというそっちの方ですよね、うん、ですからね、あのよくこれでワンコ飼ってるなっていうねことはね、思いましたね。また天智もがそのオージリンを飼ってるのとはまたちょっと種類がちょっと違いますんでね、うん、テイストが違うわけです、ね、そういったことでね、まあこういうのを見るとね、まあやっぱ貴重役ってやっぱこういう人はやるのかとね、いうことですよね。ですからまあ夫を煽る、ね、勇気づける、尻をしっぱたくね、そういうようなね、肝っ玉母ちゃん、うん、演じる能力っていうことだと思いますからね、それは楽しみですし、でその能力を使って32歳から45歳ぐらいですかね、45歳ぐらいまではね、ちょっとね面白い役に出会うと思いますし、そのサイキックな能力ってやっぱ使ってくると思いますね、ですので本当にいい時は32歳から45歳ぐらいにね、訪れますんでね、そこでまあどのようにチャンス、まあチャンス掴むの上手い人だと思いますからね、ぜひね掴んでもらいたいと思いますし、まあそれは七夕になるかもしれないしね、だからまあ貴重の役やりたいなとね前々から思って、あそうか沢尻さんやるんだ、なるほどね、まあ沢尻さんだったらいいね、演技すると思うよって思いながら生活してて、突然、パーッとテレビ見たらね、沢尻がだよって、みたいなね、そしてまあいきなり電話がーっとかかってきてね、もしもしって言ってね、急遽ね、あの貴重役ね、どうですかああこうやって回ってくるんだみたいなね、うん、そんな感じです。ですから予期せぬチャンスをもらう人とっていうのはやっぱりね特徴的だと思います。運命的っていうねことだと思います。ですのでね、そういったことで運命的な出来事って32から45ね、可能性は高いですのでね、そこで面白い役にね出会ってもらいたいなということは思います。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。それではさようなら。